ただいま、リズ。おい、リズ。リズ。リズベットさん。ダメだ、完全に集中してる。こりゃしばらくは話しかけても無駄だな。一段落かな。で、キリト？何一度見てるのよ、スケベ。スケベっていくら話しかけてもリズが返事しないからだろ。いつから見てたの？そうだな、30分くらい前からかな。そんなに？どうしたんだ、もぞもぞして。どこか調子でも悪いのか？なんだよ、お腹なんか押さえて。やっぱり体調が良くないんじゃないのか。違ったら。もうだったらなんだよ、明らかに様子が変じゃないか。さっき作ってたやつと何か関係あるのか。ちょっとはデリカシー覚えなさいよね、あんたは。分かった、話す。話すけど絶対誰にも言わないでよね。もちろん、そんなに口は軽くないぞ。アスナにもよ。おあなたの。ん？聞こえなかったぞ、リズ。だから太ったの、ジジオのアバターになって。そうかな。でもそれってアバターだろ。外見が思いっきり違うならいいんだけど、前と似てるのに微妙に太いのが気になるの。そんなもんかな。こら、そんなに見るな。それで太ったからって何をしてたんだ。だから少しでも細く見える装備をね、ちょっと研究して。デザインとか色味とかで見た目って結構変わるでしょ。だから強度を落とさずになんとかならないかなって。なんだ、そういうことだったのか。なんだじゃないわよ、女子にとっては重要なポイントなんだから。そういえば、軽くて強い金属パーツがドロップするって情報をアルゴから聞いたような。軽くて強い？よし、行くわよキリト、今すぐ。今すぐ？当然でしょ、ほら早く。あ、わかったよ。さ、着いたぞリズ。よし、それじゃあじゃんじゃん集めるわよ、キリトもしっかりね。はいはい、頑張りますよ。あ、早速エネミー発見。行くわよキリト。よし、結構集まったわね。そっちはどうキリト。ああ、こっちも大量だ。これだけあれば足りるんじゃないのか。うん、試作することを考えても十分かな。それじゃ急いで戻りましょう。世話しないな。ほらキリト、もたもたしない。へいへい。ここでこのパーツを内側は削って。相変わらず一心不乱だな。あー、これじゃ強度が足りない。もうちょっと厚くしないとダメか。これは長くなりそうだな。できた！おお、完成したのか？出来は完璧だわ。これで私のちょっとだけふっくらな体型も細く見えるはず。おお。見てキリト、細く見えるでしょ？まあ細いというか、なんというか。
何よ、もしかして照れてるの？いや、ずいぶん大胆な格好だと思って。大胆？そっちが見ろって言ったくせに。いいからあっち向いて。まさかあんな風になってるとは。デザインは良かったはずなのに。でもまあ無理にデザインするより今のリスの方がいいと思うけどな、俺は。本当にそう思う？当然だろ、さっきみたいな格好じゃいざという時に動きが鈍るかもしれないし、それにあんな姿他のプレイヤーに見られたくないしな。もうキリトのバカ。なんだよいきなり。でもまあいいわ、キリトが僕年人だってことは分かってたことだから。あ、それよりあのアイテム売りに出せば買う人はいるんじゃないか。あ、そういえばそうかも。強度そのままでデザインされた装備はあんまりないから。うんうん、キリトナイスなアイディアよ。ようやくいつものリズに戻った感じだな。でも売り出すならある程度の在庫は確保したいし。よしキリト、もう一度行くわよ。え？え？じゃなくて材料の確保よ。一人じゃ運びきれないし、あんたも付き合いなさい。なんで俺まで。私の恥ずかしい姿を見た罰に決まってるでしょ。ほら、行くわよ。